記念1番フランシスコ・ピリオ・ブラジル。最強を証明するために戦いの場へ徒歩を進めます。夢の王者まで倒す相手はあと3人、フランシスコ・フィリオ。そして日本から名刀左上段回し蹴りを携え怪物体重と向かいます、鳴島龍。さあこの試合本当楽しみですね。さあ総力大を制すか、止めろブラジル、止めろフランシスコ・フィリオ。結局鳴島選手しか残ってませんからね。そうですね、このブロックが。そうですね、頑張ってほしいですね。前に出る鳴島が突きで応戦していきます。試合場の下まで落ちていきました鳴島。さあ鳴島頑張ってほしいですね。小さな小さな167センチ、相手はフランシスコ・フィリオ186センチ。わあ危ない、今の頭の上を、ブラジルに今ちょっと後頭部かすりました、かすっていきました。鳴島がどう戦っていくか、中に飛び込みたい。先ほど高くを倒した横蹴り。鳴島選手がね、本当にヒットアンドウェイ使うタイプじゃないんですよね、前へ前へというタイプですね。この小さな体で一本勝ちを狙う人ですから、そういう意味ではもうなんとしてもですね、引き分けで体重判定って感じじゃないと思うんですよね。体重判定までいけば、鳴島に勝ち目はありますけれども、その前に決着がついちゃうことの可能性の方が大きいですね。はい、そのだけに鳴島選手なんとかして頑張ってもらいたいんですけどね。この4年間世界の頂点に立つためだけにフランシスコ・フィリオは費やしてきました。おいったいったいった、鳴島が行く、突きから中段回し蹴り。いいですよ、目の輝きは衰えていません。鳴島龍、相手をじっと見据えています。相手は怪物フランシスコ・フィリオ、小さな体に大きな魂。今日なんかこう変な言い方ですけど、運気といえばですね、鳴島選手にあると思うんですよね。そうですか、神がかり的な何かオーラみたいなものがありますか。オーラみたいなのが前の残念という佐々木戦でもですね、その前の試合でもありましたからね、さあしかし効いた下段の回し蹴り、足が流れた。まもなく残り1分。先ほどフランシスコ・フィリオは前の対戦で日本の高久正義顔面への横蹴りでした。見事にヒットして一本勝ち。この鳴島龍、小さな鳴島が大きなフィリオに対して中に入っていく機会を伺っています。長嶋さん、この間合いの潰し合いというか。そうですね、頑張れ鳴島選手。懐入った時にね、本当にものすごく速い連打で、先ほどもフィリオ選手のことちょっと後押した部分があった。はい、かかとを落として右の下段回し蹴りに、そして上段フィリオが出ていく。ものすごいプレッシャーをかけていきます。ただこの場合何回も続けるのは印象悪いですね。さあ残り30秒になりました。のりかさん、鳴島頑張ってますよね。はい、あと30秒、ちょっとね、のりかさんも鳴島選手、さあ中に入れるか、そうはさせないか。フィリオ、つけつけ、残り15秒、まだ決定的な場面というのはありません。横蹴り場外に2回落ちました。この辺りが心象を悪くしているか。残り5秒、上段回し蹴り、これもバックステップカバーしています。ここで3分間の本戦が終了しました。鳴島龍、果たしてブラジルフランシスコ・フィリオを止めているか。判定です、白が、白が3本、引き分けは1本。場外ですね。そして主審も白、4対0、フランシスコ・フィリオ、日本の鳴島龍を下しています。